日本では見れないような景色とかサンセットとかも見れて、あとは自然の動物とかもいて、オクラホマ特に小児は私の大学がある町と比べてすごい小さな町で、交通機関もなくて、で周りに特に、まあ、あ、池田恵里です。あ、日本から来ました。日本 の、 あの福岡っていう南の部分から来ました。アジアンマーケットは1回しかまだ行ったことないけど、いろいろ日本のものとかチャイニーズフードとかコリアンフードとかいろんなアジアのフードご飯があって、特に日本のご飯とかでは小児では手に入れられないようなものとかがあって、日本のお菓子とかあとは調味料とかも結構売ってあって、我来自中国。因为在中国超市我可以买到一些中国的调味品，一些中国的食物，还有中国的饮料，还有中国的大米。アジアンマーケットはあのすごいアジアの人にとってすごいいい、いろんなものが手に入るし、結構私日本食が恋しくなったりするから、今アジアンマーケットでいろいろお菓子とか調味料とか日本食とか